これが封じ手の封筒はいいですか、別に。 見ます？回してもいいですか？回せよ。じゃあこちらから回していただきたい。せっかくなんで、はい、ぜひ見てください。封じ手の紙、封じ手用紙、封筒、あれも初めて書いたんで、ああ、そっかそっかそっか。はい、何でこれ書くのかなと思ってて、サインペンなんですね。サインペンですいや、僕なんか筆ペンで書くのかと思ってたんで、ね。サインペンかと思って。いや、別にどっちでもいいんですけど、なんか。今回は24同歩はい。なので、まあ、そうか、すぐにここまで書いて矢印が。そうですね、符号は書いてない、符号は書いても書かなくてもどっちでもいいというですね。ルールというか、別に書かなくていいんで、どういう時に書くんですかね、符号、持ち駒使う時とかですか？ですかね。でも僕はほぼ書いたことないな、なんか記憶として。まあ、基本的には必要ないですよはね。い、ないですね。符号書いて間違ってたらどうしようと思うじゃないですか。確かに。 それによって余計な混乱を招いたらどうなるんですかね、確かに。はい、あ、大丈夫ですか？はい。封じ手のそのなんかね、違ったら、2通違ったらどうしようとか、なるとならないを書いてなかったらどうなんだとか、細かいルールいろいろあるらしいんですけど、よく把握してないというか、そのなるとならないがどうなのみたいな。まあ、でも結構興味津々というか、やっぱり普段ねえ、皆さん結構封じ手はやはり、なかなか見る機会ないでしょうから、はい、しかも今朝ね、使ったばかりという、まあ、ただの紙ですけども、一応こうね。やっぱり封じ手を、はい。立会人の方は封じ手をいつ保管するというルールああ、そうなんですよ。で、昨日ね、保管したんです。まあ、保管っつうかね、まあ、机の上にこうポンと置いといたんですけど、いや、どこに置くのが一番安全かなと思っは。 て、どうしました？じゃあ、その時。いや、一応自分は一応金庫で入れました。でも金庫に入れて、金庫の鍵なくしたらどうしようと思っまあまあ、て、まあ、そうなんですよ、確かそう、あと金庫が開かなくなっちゃったとかね、朝。なんまあ、かガチャガチャ言ってこう、それはもうもう開かないぞみたいにホね。テルと呼ぶしかないです。そう、いや、だからどうしようかなと思って、まあ、一応まだあまあ、机の上のポンと置いとくのが一番いいかなみたい金庫開ける練習しました。練習で、確かにね、練習で開かなければ読めばいいもんそうね。です。まあ、確か正に。直別に、まあ、だから机の上でもポンでも全然問題ないと思うんですけど。まあ、そこになんか水気があるものがなければね、ペットボトルとか置いてないことをちょっと確そうです認ね、して、なんか濡はい。れちゃったりしたら、そう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 ですよね、一そう、番現実ね。的なのが。うっかりだって寝ぼけてて水飲もうとしてガシャンパーンみたいになったらね。まあ、それはそれできっと話題になってまあまあ、じゃあそういう時のためにこの2通ね、作ってるわけですよ。なので、いや、でも、その朝、こう、起きて、あれですよ、今朝ね、なんか寝坊する目で目覚めて、やべえ、なんか寝坊したと、俺、封じてどうなったんだろうみたいな、ちょっと、はっと目が覚めて、7時50分ぐらいに。渡辺さんはあれですよね、普段の対局者の時も結構遅く起きまあ、すよはい、ね。遅起き派で、僕は、朝ごはん食べないんで、普段の生活として。あ、てか、まあ、基本、夜型なんですね、普段が。棋士ってでもそういう人多くないですか？まあ、広瀬さん、ちょっと違う。ちょっと子供のはと生活と共にい。やってるので、結構朝方になってます。元はどうでした？一人暮ら元しは夜の。型です。はい。まあ、やっぱ対局が10時じゃないですか、普段。なので、それに合わせてる人が多いんです確かね。にそうですね。基本的には8時以降に起きてたんですけど、最近ははもう7時台には起こされます。あ。はあ。